アフガニスタンという国は日本ではシルクロードの国として私たちもよく知っておりましたが、その中の政治や経済がどういうことかということは分かりませんでした。それが分かるようになったのは70年代からです。ただこの国の人口約2000万というけれども非常に貧しく、字を知る率が非常に低いということは知っておりました。70年代の初めにアフガニスタンの王政が倒れました。これは方々の国が共和制になり、もっと優れた国に発展していくということがありましたから当然だとは思いましたけれども、その糸口が大飢饉だったようです。この飢饉で死者は8万に上ったと言われています。こういう時代を経て78年の4月にいわゆる4月革命といわれる人民民主党という党の革命が起こります。この記事の中で装甲車の方に花尾という大見出しがありました。これは私には非常に印象的で、以後アフガニスタンに関心を持ち続けることになりました。これはその当時のニュースフィルムですけれども、なんか歓呼の声が聞こえてくるような民衆のデモによってこの革命が行われたことが伺われます。この政府が最も力を得たのは貧農の借金の免除、つまり特税と土地の解放、そして婦人の解放が、最初でした。そして教育にも非常に力を入れてこのような建設を始めました。当然こうした改革に対して反政府勢力の動きが強まりました。この農民たちは皆武装しておりますので、アフガンに昔からあったように内戦の形をとって我々に危機を伝えました。この反対勢力はイスラム教の長老とか地主とかだということが一番大きかったと思います。まもなくアフガニスタンの政治を指導していた人民民主党内部でクーデターが起きます。そしてアミン議長が倒され、新たにカルマルが人々を結集して新しい政治を作ろうとしたと思います。これは新議長カルマルによるプレチャリヒの刑務所からの囚人の解放のシーンです。1万とも言われています。政府に反対した全ての人を解放しました。ここにはイスラム主義者もおり、また人民民主党の反対派も多く捉えられていました。こういった弾圧政治は人々に非常な苦痛をもたらしまして、新しい時代を待望させたわけです。こういった人民民主党内部の革命というものはいわゆる進歩的な人々も大いに苦しめたと思います。しかし革命そのものを後戻りさせるわけにはいかないということから、ソビエトが大きくバックアップしたと思います。刑務所に閉じ込められていた人々の歴史、これが新しいアフガニスタンの政治を作ったと思いますが、これに対してバックアップしたソ連はアフガニスタンにいわゆる進駐いたします。カブールの町はソビエトの治安維持によってようやく政権が保たれるという時期があったと思います。そしてこれに対する民衆の反感反対もあったと思いますが、その中で一番苦しんだのはカブールの市民たちだと思います。国内の内乱を避けて村ごとあるいは部族ごとの避難が始まります。イスラムの教えには戦いに際しては年寄りや女子供はモスリムに預けよというのがあるからというふうに聞いています。国連緊急総会ではこのような圧倒的な数字でソビエトの侵攻に対する反対が起こります。そしてカルマル政権はいわゆる傀儡政権ということになり、多くの反対派が
国内で武装に立ち上がりました。パキスタンに逃れたいわゆるゲリラもあり、一方国内にとどまって戦った兵士たちもいました。こういった暗いニュースが続く中で、民衆の生活の断片が少しずつ分かるようになりました。これによってアフガンで一番大きい問題だったモンモーの追放がカブル市内で始まったというニュースが伝えられてきました。こういった社会主義的な政治と同時に、農地改革なんかでやりすぎた政策を練り直そうというの動きが起こりました。また一方、イスラムに対しても融和策といわれる措置が取られていく。こういった中で民衆はどうしているのか。私たちは1985年にカブールを訪れて、現実の民衆の生活を見ることにしました。これはその時のカブールです。人口150万に膨れ上がったというふうに言われています。カブールは依然として、カブールを制した者がその国を制するという国です。この治安維持の行き届いた首都カブール、ここに遊牧民の人たちも逃れてきていました。こういった都市と遊牧との姿、これは街角に見る水飲み場です。ここには日本なんかの援助で作られた水道が完備していました。このきれいな水ということは、アフガニスタンでは一番大事なことです。コーランにも楽園とは下に川の流れる地とあります。暑いせいもありますが、子供はこういった水飲み場で楽しんでおりました。遊牧民は権利を持ってまして、季節によって国境を越えてパキスタンに行くということができます。この中で戦乱を避けて、数百万頭のいわゆる難民羊がパキスタンにいたと言われています。流入した人々は家を作ります。ここで自分たちの手で日干しレンガで家を建設していました。彼らは自分の家は自分で作ることができます。屋根を吹き終えれば、それで自分の持ち家ということになります。このカーブルの中でイスラムはどうなっているかということを見てみます。これは有名なカーブルのモスクです。ここは 98% で言われる信者の国ですから、いつも通りのにぎわいがありました。敬廉なモスリムといいますか、イスラム教徒はここに日常の生活を行っていました。政府は最大に優遇すると言っておりましたが、やはり政治と宗教を少しでもそれぞれに際立たせたいということがあったと思いますが、初期にはイスラムに対するやはり行き過ぎがあったと思います。これはバザールです。この国には鉄道がありませんから、あらゆる物資がこのバザールに運ばれて市場を形成しています。これは民兵です。郊外あるいは各地の特産の野菜が入ってきています。もちろんパキスタンからも入ってきています。もともと非常に果樹の豊富なところで、ブドウなんかは世界の名産だと言われていますが、こういったものには全く不足がない状態でした。
これは伝統的な手工業である板金技術を生かした家庭用品の売り場です。これは古い伝統に守られた産業の一つです。アフガニスタンは昔から物資の非常に入りやすい交易の国です。関税が非常に低いんですね。輸入品が入りやすいで、こういったいわゆる電化製品がこの国にはいっぱい入っておりました。時計も入っておりますが、電池がなかなか手に入りにくいので、むしろネジ式の時計が好まれていたようです。この国には国有銀行もありますけれども、道端でのこうした両替が普通です。ブルカ姿のご婦人たちです。聞きますと、農村では働きますからブルカあまり被らないご婦人が多いのですが、都会にはまだこういったいわゆる身だしなみというんですか、こういった姿が残っているというふうに言われました。町の中心、官庁街です。非常に綺麗な町です。この成長前には旧政権を制圧した戦車が記念に置かれていました。これは自慢の新市街といわれる一角です。ソビエトの援助で作られた、いわゆるソビエト式の工法で作られたアパートだと言われています。ここには集中暖房と温水システムがあって、こういったアパートをいっぱい作りたいというのが望みでした。これは王室の墓所、バブルシャー庭園というところですが、緑を好む公園の多い王様たちの遺産が人々によって楽しまれておりました。こういったところで踊りを踊り、音楽を楽しむという若者の姿がよく見られました。もともと踊りは好きな国民で、結婚式なんかで女の人たちもそのパーティーで踊るというのは、この国の最大の娯楽ではないかと思います。男の踊りですが、非常にリズミカルです。このアフガニスタンでは識字率の低さというのは本当に政治の障害にもなったし、文化の障害にもなっています。非常にこれは低すぎます。新政権は識字運動に全力を挙げました。これはカブール各地にある婦人学級の一つです。婦人型ばかりです。この先生方はいわゆる女子大生やインテリの人たちが動員されていました。婦人たちは自分の名前を書く、あるいはコーランや新聞を読みたいというために本当に、積極的にここに参加していました。ただこれがイスラムの男性にとっては、家庭を離れて女が外に出るということには大変な抵抗があったようで、俺はそのためにムジャヒになったという人がいるぐらいです。女性たちはそういったしがらみを乗り切って、この教室で字を学ぶということを始めたわけです。こうした識字運動に対してユネスコは大きく評価しました。国連が大きく助けたこともあります。こういった識字運動に並行して職業訓練所が設けられ、婦人のためにいろんな手工業を与えていました。
これは裁縫教室です。やはり国連などから寄付されたミシンを中心に婦人の服の作り方の講習会をしています。働きやすい服を作ろうということに人気が集まっていました。これは彼女たちのこれからの職業にもなっていくだろうということで、その習得には非常に熱意がありました。年8万に及ぶ婦人たちがこういった識字学級、そして裁縫教室などに学んだと言われています。これは英語を勉強する識字学級ですが、これには性別年齢を問わず参加していました。彼女は多分主婦だと思いますが、英語の勉強に挑戦しています。この国ではロシア語は盛んですが、それを上回って英語を学んでおこうという人たちが増えています。政府もこの英語の教育には非常に力を入れておりました。こういったクラスはご覧の通り男も女も入っていますが、こういった男女共学ということ自身が革命以後の一つの変わり方です。教師のほとんどが女性です。やはり女性の進出はもう目覚ましいものがあります。そして女性とも非常に高い率で出席していました。ご覧のように女子が多いですね。いかにもこの国の教科書らしく This is my gun というのから始まっていました。ここの授業はだいたい1日2時間、義務教育の後に通っているようでした。この国では教育費はすべて無料ですから、ここでも自分で選んで自分の判断でこの学校に来ていました。やはり非常にこう皆開放的で明るいですね。これは弟のおもりをしながら通っているお姉さんです。で、聞いてみますと自分から選んで親を説得してこの学校に来たというのは彼らのだほぼ共通した答えでした。やはり子どもたちは分かっています。自分に何が必要かというのは分かっていると思います。アフガニスタンの農村取材は近郊でも非常に難しい問題がありました。まだ安全じゃないんですね。ある村を特に許されて見ることができました。これは非常に安定している村です。水路も整っています。戸数80戸のこの村には自衛組織があって平穏が保たれているといいます。しかしながらカーボルとは違ってガラッと農村の雰囲気は変わります。子どもたちが羊飼いの役をやっていました。ここで農民に聞いています。ここには3年前まではロケットで攻撃されたということで、今でも皆銃を持って畑で働いていました。今までこの村には銃が1つか2つしかなかったけれども、今は22人の農民が銃を持って守っているということです。土地改革は大変困難を極めたようです。つまり土地の開放に伴ういろんな問題が解決されなかったからです。水利とか種とかそういったことがないうちに土地改革だけ進められました。なかなか進まないということは
率直な悩みのようでした。ましてコールホーズのような集団農場か遠い遠い先のことで、当面は確固に6ヘクタールずつの土地が分配されるということがありました。その証として土地証書が渡されていました。こういった証書を持つということは今までのアフガニスタンにはありませんでした。土地は天からの授かり物だというふうに考えられていましたから、なくて当たり前だったんですが、与えられた土地にちゃんと個人の証書が渡されました。この土地は相続することもできるように変えられました。これからの目標として、いわゆるコルホズのような集団化も将来には考えられていますが、遠い先のことです。当面は共同作業が試みられていました。アフガニスタンでは非常に土地が硬いので、これの最初の工作には牛を使ったり馬を使ったり、あるいは多くの人手が必要でした。この銃は古いものです。しかし農民たちには土地の主人公になったという考えがあるようでした。ここに新しく作られたカーペット作業場を見てみました。それまではこういったところの撮影、つまり12歳以上になった女の子供がいる場合にはあまり撮影を許されなかったというんですが、ここでは先生を含めて女の方々のカーペット作りが撮影できました。このアフガニスタン伝統のカーペットは国の貿易額のかなりのところを占めています。しかしこれを作っている作り手はほとんど全員がこういった小さい少女たちから婦人の手に任されているというのが実際でした。イスラムの国というのは、みなしごというものに対して非常に手厚い決まりがあります。この国も孤児のためにワタンナーサリーという施設を作っていました。この祖国の家に数百人が暮らしています。これは生徒たちの畑であり、その傍らで野外授業が行われていました。全員寄宿舎制度ですから、その教育には全く新しい試みがなされていました。本当に貧しい母子家庭の子どももみなしごとともにここで学んでいます。先生方は非常に選ばれてここに配属されていました。やはり実験的で理想的な教育をしたいということから、こういうふうな人々が選ばれていると思います。ここでは政治的な教育も行われていると思いますが、何よりも生活できる実務的な知識を与えるということから、農業の教育も行われていました。ここには非常に広い農場がついています。ここで採れた作物はある程度自給すると思いますが、この指導には近所の農民が当たっていました。これは小麦畑の後にジャガイモ畑にするための手入れをしているところです。やはり農業の近代化はこの国の一番大事な目標ですが、まだ実際には
手仕事が多いようでした。こういった施設の支援には国際婦人連盟など多くの女性団体が力を出していました。ここにある500人ほどの施設にはすべてソ連の様式が取り入れられていました。この給食はかなり手厚いように思いました。私たちが行った一般の家庭の食事は昼はナンというパンと紅茶といった生活が多かったんですが、それではなかなか子供にはよくありません。ここでの食料も方々からの援助によって成り立っていると言われていますが、この生徒たちにはソ連をはじめ東側の国々の大学への留学の機会が与えられていると聞きます。特に医者やエンジニア志望の子どもたちにはその機会が多いと言われています。羊肉のある食事というのは相当豊かなイメージです。これら戦争孤児に対する国家の責任は非常に大きいものがあるとは思いますが、特にイスラムの国は孤児に対しては非常に手厚いという習慣がここにも生かされているように思いました。ここには0歳児からのクラスがあります。これには非常に人手を要する仕事ですが、やはり女性たちの職場でした。ただその数は不足がちだというふうに聞いています。幼稚園などは市内にどんどん増えて作られていますが、この施設の中でも幼児からの一貫した教育・看護体制が組まれていました。これは職業実習のクラスです。靴の製造を指導している教室です。すべての人が手に職を持ってここで大人になっていくということは原則ですから、いろんな職業を選べますけれども、やはりここではいずれも先生のしつけによって徒弟的な良さをここで生かしていくということが試みられていました。これは木工教室です。自分で家を建てるのは普通のような国民ですから、木工なんという技術は全ての人が覚えたいものでした。私たちが訪れた日も新しい孤児が入ってきました。ここの生徒たちは当然制服で暮らしますが、こういったものの手当は全て婦人団体がやっていると聞きます。こうした施設を3倍にしたいという計画がありますが、それでも追いつかないほど孤児が増えていました。この子どもたちはこうした新しい生活を自分たちにとっての当然の生活だというふうに人生のスタートを取ろうとしていると思います。いわば思春期の男の子も女の子も共同して生活する、学ぶ、こういった習俗がアフガニスタンに生まれてくる芽生えのように思われました。
私たちはこの日を目指してツアーを組んだんですが、これはいわゆる4月革命記念日です。朝早くからどこにいたかと思われるような青年たちがどんどん街の中央に集まってきました。この日ばかりは市は休日、何かお祭りの雰囲気でした。そして旗を持ち隊を組んでくるこの人たちの中に人民民主党のグループもありました。党は結成された当時は515人という少数でした。革命を起こした時には16,000人、そしてこの時期には十数万に達しているというふうに聞いています。女性たちも職場から地域から出ていますが、やはり女性の参加は目新しいものでしょう。子どもたちは好きな列に入ります。誰がどの隊に入るかということは決められていないようです。私も方々の国の社会主義国のこういったパレードを見ましたが、参加資格はうるさいんですね。しかしここでは自由に参加していました。これはナンを売っているところです。こうしたところにもただ眺めているだけという人がいるのは確かです。着飾った人々の列があります。これは合唱隊の少女たちだと聞きました。非常に花を愛する国ですね。ここは美しい街になります。これは学校の生徒のグループでしょう。ここではいわゆる4つの民族がありますけれども、その民族ごとのクラスということはないようです。みないろんな顔が見られます。最も力を入れているダム労働者の出しです。ハイライトの識字運動です。やはりこの事態に考えに足りないといったような目線もありました。これは全国十数万と言われるピオニールの代表の列です。これは民族衣装で着飾る少女の兜団と聞きました。すでに軍の列は並んでいます。その背後に民衆が集まっていました。この日の参加者は約20万と言われています。やはりこういった華やかな少女たちの姿を見ていると社会主義に向かっているのだということが感じられました。で、アフガニスタンの軍隊は全てソ連式に統一されています。この大群衆の集まるところ、これに接してパレードの大通りがあります。これは元王宮の前と言われています。4月革命はいろんな階層の団結を立っていました。私は各民族の団結ということが主かと思いましたが、ここでは働く者、宗教者、インテリ、軍人、労働者、農民、こういった人々の団結を呼びかけていました。政府の要人が壇上に立っています。カルマル議長の右側には女性の大臣で非常に人気の高い
アナヒタ教育省も参加していました。女性たちが絶えず前面に並んでいます。これが新しいアフガニスタンの一つの誇りなんでしょう。女性解放の証だと思います。そして軍の行進が始まりました。ここにはソビエト人、ソビエト兵の登場は一切ありません。日頃でもそうですけれども、ソビエトの軍隊を見るということはこの時期にはほとんどなくなりました。国軍が前面に出ているというふうに印象を受けました。これは民兵組織の代表たちです。非常に大きい地位を占めていると思われます。これは女性団体の民兵組織の代表たちだと思います。花をかざした士官学校の生徒たちの列です。これは革命の時に兵士は銃の口に花を刺したという、そういったことは思い出されてなりません。若い議長です。55歳です。そして他の指導者も全体に若いと思います。これは革命に先頭を切った戦車隊のパレードです。非常に尊敬されています。いよいよ民主のデモですが、その先頭には戦争孤児たちが並んでいました。これがトップであるところに面白いものがあります。外国からの使節団が招かれていますが、ほとんど東側の国々の人だったように思います。モスクワオリンピックもほとんど東側だけで行われているという時代でした。本来音があればもっと伝わってくると思いますが、皆さんこの人々の顔をよくご覧になってください。ここにカルマラの肖像を見られますが、これは非常に珍しかったですね。いわゆる個人崇拝はしないというような癖がこの国にはついているように思いました。織物工場の雑誌です。これは本物の織物だと思いますよ。これは看護婦を先頭にしたいろんな病院の職員だと思います。これは運輸労働者たちのデモです。プラカードもこのようです。こういった機会には必ず踊りはつきものです。
ここではそれぞれの民族衣装を着た人々、そういった人々のグループに分かれての踊りが各所に見られました。これはインドの人々の踊りですね。これは民兵グループの踊りです。こうした銃に花を刺すという習俗は私はアフガニスタンでしか知りません。この政権は1978年から92年まで14年間続きました。この中でこういった革命政権の生活を体験した少年たちももう30近くになるはずです。これは15年前、1985年の撮影ですが、あたかも未来のアフガニスタンの姿を見るような気がします。それは私だけの思いでしょうか。